な感じでですね、続きましてのコーナーに行きたいんですけれども、しょうか、ね、続きましては毎回恒例のファッションコーナーをやっていきたいと思います。ファッションコーナー、ファッションコーナー。じゃあこの MC2 人のこれは何だったんだろう、これは何だろうね、大関さんやっつけましょうかってやばい。じゃあ僕はちょっとね、席をじゃあ移動しますね、はい、じゃあ大関さんをお招きしたいと思います。はい、今日特に何も用意してないんです。確かに今日本当に何も用意してないですね。そうですね。今日あれですね、なんかあのファッションちょっとシックな感じで。今日なんかまとめてます。ちょっと寒いね今日ね。寒いですね。寒いです、ね。はい、店長、ここまでは許可出ました。本当ですか？え、ダメダメダメ。ミステリアス感が。いや大丈夫大丈夫大丈夫、これだったら分かんないから大丈夫。あー。ファッションコーナーは関係ないんですけども、あのこのクルーズの店長さん、あのみんな謎めいてちょっと気になってる人いると思うんですけど、あの洋服をあの大関さんがこれ準備してって言ったらすぐほんと準備していつも衣装提供してくれてるんですけど、見えるかな、見えるかな、もう後ろ姿これですわかんない。いやー、これからでもイケメンが伝わるってすごいなすごいな、これだけでイケメンが伝わるってすごいな、悔しいな。いやでも本当にイケメンなの。いや本当かっこいいよね。しかもあのチラッと話した話だと心もイケメンなの。いや心ね超優しいの。いやそう、本当。もうなんかね、なんだろう、本当にこう普通の男性って、うん、じゃあ裸の女性が道端いたらえって見るでしょ。店長は違うの。店長はねさっと洋服をね着せてあげるタイプ。ね、店長でしょ。店長。店長って黙れ、え、俺イントネーションおかしいですか。ちょっとおかしかった。おい、南と来たそうだ、てか今さ、うちらにさ、大貫さん来たのにさ、めっちゃ店長の話で盛り上がってたけどさ、大貫さんを紹介してこう。いや、大貫さんは、南出身、北出身だから、その間に挟まれた真ん中の出身です。いや、違う、紹介の仕方がおかしい、紹介の仕方おかしいでも、そう考えるとすごくない。うん、鹿児島一番南じゃん、うん、まあ、沖縄の場所で、南一番北の北海道、うん、首都の東京、ある意味この絵ってあの日本を表してるからね別に日本人とかじゃないおかしいおかしい。大関さん、今日のファッションのポイントは。今日はちょっと寒いでシックな色合いにしていきましたけど。そうですね、なんか黒に結構ダークグリーン似合うなってちょっと思った部分があったのに、あのパンツが立っていただくことになりますか、ね、これに合わせる、うん、パンツの色がまた白っていうね、ホワイトカラーのデニムを着てるのがポイントなのかなと思うんですけど、これあれ白じゃないですね、迷彩だね、迷彩ですね、迷彩だけどほとんど白、白の迷彩のパンツ入りました。おしゃれおしゃれで、また帽子が今日は冬秋仕様の帽子になってますね。翔平くんの帽子は、そう、これはね、あのちょっとでかい、あの被るとね、ほんとでかい、顔隠れるくらいで、しかも、今日のファッションなんですけど、あのこれデニム、デニムこの上着、帽子、全部レディースです。これ全部レディース。そうなの？そう、だから全部細いの。全部好き。これも全部。レディース仕様になってます。で、この帽子もレディース。これだって、新宿の知り合いのお店のやつ買ったから。わかんないもんだね。わかんない。あの、決してこの配信を見てる皆さん、あの、決してこっち系じゃないんで、よろしくお願いします。大貫さん、今日帰り気をつけてください。なんでだよ。なんでだよ。大貫さんの中で最近あったあの僕はツイッター見てるんですけど、ファッションショー結構やられてるみたいですね。昨日が、はい、秋葉コレクション、秋葉コレクション、秋葉原でこんなような感じで、あ、今お借りしてもいいですか。秋葉コレクションといってですね、あのクルーズが洋服を提供させていただいたんですけれども、モデルさんは誰なんですか。この子ね、石木なんだっけな、ひろかちゃん、石木ひろかちゃん、うん、あとすごい可愛い、あとね、仮面女子さんとかが、はいはい、あ、仮面女子さん、はい、はい、昨日はモデルさんでいっぱい出てくれました。え、仮面女子さんがモデルをやったんですか。そうですね、珍しくないですか、仮面女子がなんか、うん、モデルやるって、うん、ね、うん、結構昨日はね、12人着せたんですけど、はい、昨日は遅かったな、帰ってきた夜11時ぐらいでした。夜11時は、じゃあ結構あれ大きかったんじゃないですか。大きかったですね、盛り上がったんですね、うん、じゃないと、もう鈴木さんと大貫さん帰っちゃいますもんね、はい、やめろやめろ、なんかやることやったら帰りますみたいな、やめろ大貫さん可愛い女の子と楽しい現場は結構の、うん、長いするから
確かに俺の現場すぐ帰るからいやでも一回大貫さんと二人で現場行ったんだけど、大貫さんもね、面白いのよ。よし翔平現場に行くぞと、この日空いてるから現場行くぞって言われて、行きますって言って行くじゃん。何の撮影か分かんないわけよ。そしたら天下だったっていうしかも出演の方だったっていう。そう、出演の方だったの。びっくりしたんだけど、今後そういうファッションショーっていうのはやっていく予定とかあるんですか？次、10月あたりから、はい、渋谷のキャメロットで、はい、週に、月2回ぐらい、はい、ファッションショーがスタートすると思います。そう、月2回、はい、ということは僕それモデルとして出るってことですか？はい、あ、わかりました。そこに自分出演するんで、よかったら見に来てください。私はモデルと MC です、ね。うん、MC とモデルと考えてて、イベントのその、どんな感じのイベントをやってるかというのを、このクルーズ TV で少しずつこう配信をしてみようかなと。またじゃあ新しい段階にちょっと進もうかな。じゃあイベントの MC は私はやらず、それに出演する、例えばアイドルの子とか、そういう子たちと少し番組を盛り上げる MC をしてみて行こうかなと思ってます。それはクルーズ TV 担当でイベントの MC はやらないってことですか？イベントの MC はやらない。あ、まあ、イベントはイベントでちゃんとその企画がある中の多分 MC さんがいるんだけど、だ学園に近いところでこれから出演しますみたいな、番組配信をできればいいなと思っております。あ、そういうことだ。イベントはイベントでってことで、だけどクルーズが、まあ、例えばこうちょっと楽屋入ってクルーズ TV なんですけどみたいな感じでこうやって触れていくときには、まあキャスターみたいなもんじゃないかな、わかりやすく言えば。ちょっと、もうすごいやっとやりたかったもん。絶対俺の楽屋来るなよ。なんで絶対俺の楽屋来る。まさかの出来早くない決まるから。いやもう絶対嫌だもん。なんか俺がすっげー集中してなんかこう音楽とか聴いてるときに翔平くんこんにちはとかで絶対来るパターンじゃん。絶対このままでやってくださいみたいな。なんで俺ファッションショーです。ファッションショーの前ってすっごいこう、あれジャイアンさんじゃないですか？ジャイアンじゃねえわおい伸びたできねえわちょい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 あの何言ってるの、焦ったあー辛い翔平くん。違うんだって。でも大貫さん本当にそれをやめてそれ。違う、ちょっと待ってちゃんと PV でって言ってね、プライベートだと思われたくないから。僕ちょっと隠れて相当撮ってました。そう、もう本当ですよ。でももう見れるんですもんね、天が。うん、見れる。で、ちょっと音楽さ、頭から離れなくなるんだけどさ、翔平くんちょっとやってみて。やだよ、なんで俺も天がすんだよ絶対やだ。いや、一応協賛いただいた。協賛いただいた。やりましょうもうやらないのこれ言われる場なんだから、本当に。どんな音楽だっけ？あれは、なんか、これで、じゃあ、くみちゃんの色、教えるから、これをまず、ドリンク持ってるとして、これで、ごっくん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 の後に、これで G を作る。そう、ギンギンですってこうやって。OK。あれ、誰がやったんだっけ？それをやったのは、ですね、あれです、大の字さん。大の字さんだ。大の字さん、めちゃくちゃもう、ほんと楽しい人たちで。で、あれ、今ちょっとコメントでも多分来てたと思うんですけれども、キャメロットで の、うん、イベントはいつですかとか、やっぱり気になってる人もいると思うんですけども、詳細がですね、まだ正直言いますと、ちょっと詳しいところがまだ話せない部分だったりとか、まだまだ今、主催の方とちょっと話をしてる部分もあるんですけれども、一応今後僕たちがですね、活動をしていく場所があるというところだけで、ちょっと今は聞いててもらいたいんですが、詳細が決まりましたら、各自、クルーズのツイッター、福永翔平のツイッター、国吉のツイッターなので、使用していきたいと思いますので、よかったら見ててください。楽しみにしていてください。はい、よろしくお願いします。翔平くんも出るから、クルーズ TV もぜひね、見てほしい。絶対楽屋来るんだよ。絶対行くか。なんでやるんだよ。絶対行くから。大貫さん、どうにかしてください。楽しいと思うよ。そうですよ。マジか。そうですよね。全楽屋もありましょう。翔平くんも連れて。俺も連れて。俺の集中するって、なんかちょっとプロ意識は。もうプロはもう寝て起きてもすぐできるのか。いやいや小学生じゃねえんだよバシッと決めるのがそれがプロですから。なんで若干プレッシャーかけてくるの回りましたやりますよ。それではクルーズね TV も一緒に頑張っていきます。はい、盛り上げましょう。盛り上げていきましょう。
じゃあ今後じゃあ大貫さんだったりね、今そこで僕はモデルで、はい、ね、本当クルーズの制服として出てるので、うん、そういう部分で活動していき、クミちゃんクミちゃんでクルーズの MC だったりとか、はい、そういうまたモデルの活動だったりとかで思い切って活動していけたらなと思ってる部分がありますので、じゃあ今後の活動にご応募期待してください。よろしくお願いします。はい、じゃあ大貫さん、どんな感じで、はい、じゃあ大貫さんはじゃあ最後に僕聞きたいんですけれども、はい、寒くなってくるじゃないですか、はい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 、寒くなってきた時にこういう、例えば今大貫さんのファッションを見た時に、あ、こういう格好いいなって、例えば僕たちの格好で言ったら若いじゃないですか、でも、はいはいはい、こういう大貫さん世代、例えばお父さん世代っていうのを見た時に、なんかこう着こなすアドバイスが最後にあれば、もう最近ね、僕もね少しダイエットをしてるんですけど、はい、ダイエット、やっぱりね、どうしてもこう、体型がね悪くなってくるとね、徐々にこう、でも、ダークな色で、はい、縦にこうラインを作るようになるべくしていった方が体型的には、そこまで太って見えない。 あとね、最近思うんだけど、モデルの子と一緒に写真撮るじゃん、はい、痩せてること、写真を撮っちゃいけないことがすごく思う。何の今反省会をしてるんですか。です、ね、痩せたやつと撮ると絶対太って見える。いやね、もうモデルって本当にシビアにね、そこにやっぱりもうお金だったり時間だったりをかけてるから、うん、でもその夢をね、夢にかけてる。大貫さんは保護者感さえちゃんと出てるだってその子たちが輝ける夢の場所を衣装という形で提供してるっていう、大貫さんはそれが一番の仕事ですから頑張ります、はい、今後ともよろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ今日はすみません、台風の中わざわざ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。で最後さ、なんで大貫さんの励ます会みたいになってたの。いやだってあんまこんな言い方したらいけないけど、大貫さんが自虐言ってるから難しくないあれなのかな、やっぱ台風の影響でさ心がちょっと疲れてるのかな。いや、それ客観的に大貫さんって病んでるよねって言ってるんですけどでもほら大貫さんもいろいろ悩んだりとかさ、いつも応援してくれてるからね。悩んでることが体型ってかわいい、うん、そうで体型をなんかねこう維持したいんだっていうところがね、うん、モデルと写真を撮るためっていうさすがだよ、うん、俺はさすが、確かに俺はこの人にこの人のブランドについてきてよかったなって思った嘘でしょ、思った思った。俺もちょっと体型頑張ろう可愛いおじいちゃんおばあちゃんの写真を撮るから関係ない。熟女だって若い子いったら俺なんか年上の人たちにもなんか希望を持たせたらいけない。そこは戦ったりしないの、大貫さんと、うん、勝てるわけねえじゃん。確かに確かに、こっちがで絡んでくる、ね、そうそう、ちょっとこれが絡んでくるこれが絡んでくる見える見える絡んでくるから確かに。